錦鯉の性質はとても平和主義で、オス的な存在はいません。また強いオスが威張って弱いメスをいじめるというようなこともありません。鳥などに見られる新たに加わる仲間をいじめるということもなく、本当に平和的です。個々の性質はとても穏やかで、人間にも慣れやすく、手から餌を食べるようになります。毎日お世話をしてしっかり慣れてくると、ご主人様の足音がわかるようになり、みんな集まって水面に顔を出すようにもなってきます。争うことのない声の水槽を時間があるときにゆっくり眺めていると、ストレス解消になり、幸せな気持ちになってきます。